ナンバー7番、長野県長野市パラボッセ小林真理子さん。エントリーナンバー8番、岩手県久手郡広野町フラワーショップ三重、日向優善さん。エントリーナンバー9番、兵庫県加古川市ブロッサム久坂明人さん。エントリーナンバー10番、千葉県柏市フラワーショップ花田。それではここで競技について解説をしてくださいますコメンテーターをご紹介いたしましょう。一般社団法人 JFTD 公式審査員高橋良子さんです。高橋さん、今日はよろしくお願いいたします。さあ、それでは選手の皆さん、競技で使用します家財と資材のリストが各テーブルに置かれています。今から3分以内にリストに記載されている家財と資材が揃っているかどうかのチェックをお願いいたします。万が一リストに書かれているものがない場合には手を挙げてその場で競技員に知らせてください。それでは開始してください。3分間で確認をしていただく家財と資材、今回ご用意いただいたものなんですが、かなり豊富なお花の種類があるんですね。そうですね、はい、季節感あふれるものだったり、また個性あふれるものだったり、いろんな使い方が出てくるんじゃないかと思ってワクワクしております。なるほど、袋に入っている、外に出ている中に黒竹とブラックウィローが特にできるんです。ずいぶん竹の長いものなんですね。長いですし、そしてまた枠も大きいですし、そうですね、気さくになりそうですね。本当ですね。どんなディスプレイが、10通りのディスプレイが仕上がるのか楽しみですけれども、今回は、この時期にふさわしいお花もご用意いろいろいただいていると思うんですが、特徴的なものってどちらでしょうかね。そうですね、日本的な枝物もたくさん出ているっていうのも今回の特徴の一つかなと思います。はい、そしてお花としてお出まり、チューリップはオレンジ色を用意してくださって、アスパラもディスプレイ使うんですね。そうですね、はい、皆さんが食べられるアスパラとはちょっと違う葉のものですね。そうですね、はい、そしてエピデンドラム、これもオレンジ色のものがご用意いただいて、あとは私のお家にもあるモンステラなどですね。はい、あります。谷渡り、そしてクロリオさん、バラは、オレンジ色のものもご用意です。はいですね。そしてスパニッシュモスってどんなものなんですか。そうですね、いろんなお色目がありますので、今回は何色が出ているか私も分かりませんが、ふわふわした苔ですね。あ、ふわふわした苔のような、はい、ひげのようなものね、形としてはね、はい、そしてスイートピーはオレンジ色をご用意いただきました。アルストラメリアは赤、そしてオンシジューム、セローム、ピット、ドラセナということなんですが、資材リストの方も確認をさせていただくと、これも大きなフレームがいきなり目に飛び込んできましたけれども、はい、どんなものが仕上がるんでしょうね。はい、そして実際に使うコイルやワイヤーなどもご用意いただいて、はい、今回は競技時間60分で、これらの資材、そしてお花、花材などは全て使う必要はルールとしてはどうなんでしょうか。そうですね、お好きなものを選んで使っていただいたらよろしいです。なるほど、全てを使う必要はなくないですね。これから申し上げるテーマに沿ってご自身のインスピレーションで表現をしていただく。そうですね、はい、はい、
3分が経過いたしました。選手の皆さんはチェックを終了してください。よろしいでしょうか。このリストにないものはお手元にございません。大丈夫でしたでしょうかね。はい、さあそれでは競技に移りたいと思います。ではまず初めてここで制作テーマを発表させていただきたいと思います。2016ジャパンカップザ・ファイナルディスプレイ競技の制作テーマはフレームを使った春のディスプレイ、フレームを使った春のディスプレイです。競技時間は60分間となります。それでは2016ジャパンカップザ・ファイナルディスプレイ競技スタート。さあ高橋さん、いよいよ始まりましたね。選手の皆さん、どんなお持ちなんでしょう。もうおなじみの選手の方もいらっしゃいますし、初登場という方もいらっしゃるようですよね。あの全国大会ですからね、ここのステージに1回登るのが夢なんだっていう感じでね、あのみんな頑張ってきております。そうですよね。今回の大会もここのビッグサイドに来るだけでも予選がずっと行われて、ようやく89名に絞られた中からさらに昨日は20名に絞って、そして今日はこのファイナルのステージに立つ10名ということなんですが、本当にね、チクチクでの立ち上がりのコンテストも本当に厳しいんです。だから本当にあの甲子園と一緒ね、ここの場所にジャパンカップに展示できるっていうのも一つの夢なんですね。そうです。そしてまたここに登るっていうのは本当に夢の夢だと思います。お店からも代表として、お店の中の代表として、その土地の顔としてでもあの誇りを持って今日はステージに臨んでいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、みんな頑張ってくれると思います。表情をご覧になっていかがですか皆さん。もうね、それぞれ頭の中にはデザインができてるようですね。そうですよね。たった今家財と資材を確認して、たった今テーマを申し上げたところなんですが、さすが日頃の鍛錬というんでしょうか。さあ今回の、テーマ、フレームを使った春のディスプレイということなんですが、このテーマ、高橋さんとしてはいかがですか。今までなかったようなテーマになっておりますし、またあの皆さんがいろんなアイデアが出るテーマだと思って、あのすごく興味深いですね。そうですよね。今回はあの日本一のフローリストを選出するという審査員の皆さんにとっても大変な、大会ではあるんですけれども、10通りのディスプレイが見れるっていうのも楽しみですよね。そうですね。あの見ていらっしゃる方もご自分の中でいろんなデザインをイメージしてご覧になられたら楽しいかなと思います。そうですね。では高橋さんにここで今回のこのディスプレイ競技ザ・ファイナルのルールなんかについてもお話をお伺いしてまいりたいと思いますが、今与えられた家財と資材、自由なものを使ってお渡しした、テーマに沿ってディスプレイを作ってもらうというところまでお話ししたんですが、何かこう下に黒い、テープに貼った枠があるようなんですが、これは何か競技に関係があるんでしょうか。そうですね。あのステージの中でのそれぞれの持ち場っていうんでしょうか、あのスペースがありまして、その枠の中から出ちゃダメなんですね。あ、ご自身も飾りなども外に出してはいけない。いけないですね。なんかあのオリンピックのどうですかね、あのいろんな競技と同じでね、自分の持ち場から飾り資産、そして自分も出ちゃダメなんですね。例えばハンマー投げをする時のような。そんな感じですね。はい。そしてその中にもう一つあの黒い線があるんですが、内側にありますね。内側にありますね。はい、あのその中で、ね、あの展示物をご自分のアレンジを作るというところなんですが、仕上がりはあの中に収めるという必要があるわけなんです。そうですね。皆さんがご覧になっているところから、あ
足元なのでちょっと見えにくいかなと思います。ちょっとカメラで撮ってくれています。そうですね、はい、あ、ここ出てますね、はい、の画面でご確認いただけるかと思いますが、はい、このように外枠と内枠の1つの枠にあるわけですね。そうですね、作業は外枠の全てで、そして内枠の中にディスプレイを収めるというルールがあるということですね。はい、そして60分間というこの競技時間なんですが、どうなんでしょう、時間的には足りないものなんですか、それともあっという間に。そうですね、うん、あっという間に過ぎてしまうんじゃないかなと思いますが、もう選手の中ではちゃんとね時間配分ができてると思うんです。そうなんですね、やはりお客様からご注文を受けて、例えばディスプレイだと、そうですよね、パーティー会場なんかで、何時までに終了させてくださいという注文があったりするわけです。そうですね、なので普段から、ね、きちっとみんな時間を計算してやってると思うんです。なるほど、普段通り皆さんにはのびのびとね楽しみながらこのステージ進めていただけたらと思いますが、この60分間の中ではお片付けも全部終了させる必要があるそうなんですね。そうですね、あの片付けとかそれも採点に変わりますのでね、そこまでプロとしてきっちり臨まれているわけです。なるほど、でもこのファイナルのステージの前にですね、昨日はセミファイナルの大会20名の中であったんですが、作業がね一つ一つ丁寧で早い上に、片付けながら綺麗に作業される方がほとんどですよね。さすがプロですね。そうですよね、日頃から会場内を汚さないようにと気を配りながらのプロフェッショナルな技が見えるという。そうですね、そういう作業態度も見せ場の一つになると思いますね。そうですよね、いろんな工業者さんが入り組んでいる、しかも相手の場所でやらせて、お客様の場所でやらせていただくわけですよね。そうですね、もう半世紀も前なんですけれどもね、お料理教室に行った時に、はい、お料理の先生にね、机の上を片付けてから次のものを出しなさいって言われたのがね、50年経ってやっと分かってきました。でもお料理もそうですよね、洗い場のところがぐちゃぐちゃになっているところ、段取りもいざざる使おうと思ったらさっきのがまだ洗ってなかったとかねありますよね。やはりディスプレイもお花も同じなんですね。ね、何十年経って理解できることがあるんですね。そうですよね、まあ、でも続けていく上でこう必然性も出てくるんでしょうね。そうですね、教室に行っている時とか、この例えば JFDD の学園に通っている最中なんかだと、その必然性まだわからないこともあるのかもしれませんが、そうですね、分からないけれども先生に言われることがどっか頭に残っていたらいずれできるんじゃないかなと思います。なるほど、本当にこのファイナルのステージにお分かりになりました、ファイナリストの皆さんの作業が無駄がなくて早くて綺麗。綺麗ですね、はい、みんな綺麗ですよね、机の上も足場もね。そうですよね、そしてこの与えられたフレームの中に細工が始められているようなんですが、しかもデザイン性とか、そういうイメージはもちろんですけれども、やはり力とかも必要ですよね、多少。そうですね、なんか見てると男性が多くて、そうですね、女性の方がお一人だけなんですが、でもね、女性には女性のパワーがありますし、それぞれ皆さん、ね、素敵なデザインができると思います。楽しみですよね、はい、そして実際に、高橋さんもこういった大会に出られたことって過去に終わりなんですか。若い時にね。あ、若いなんですか。やはりどんな気持ちなんですか。緊張してしまったりするんですか、それともお母さんに触れるとパッともいつも通りイメージが変わってくるものなんでしょうか。そうですね、最初のうちはとっても緊張していたんですけれども、だんだん私ノーティックなものです。もう自分のスペースだけ見て周りを見るとね、緊張しますので、自分の中で見て踊りを見ないようにしてましたね。なるほど、そういったコツもあったわけですよね。でも制作に始まる、制作がいざ始まると集中してきますもんね。そうですね、はい、
ら我々の声も届いていないかもしれませんけれども。そうですね、はい。さあ、そして選手の皆さんお一人お一人に、アンケートを取らせていただきましたので、ここでお話をさせていただきたいと思います。ではまず順にエントリーナンバー1番、東京都大田区フラワーショップ花徳、堀文則さんです。お辞儀をしてくださいました。ジャパンカップザファイナルに出場が決まって一言、本当にびっくりしてます。ご謙遜をされていらっしゃいます。いつもレギュラーのようにお上がりになられますが、やはり一回一回の大会というのは重みがあるんでしょうね。しかも毎回このステージに残るっていうのは至難の業ですよね。毎年新しいフロリストの方も誕生されるわけですよね。毎年新しいスターが誕生しますし、ね、またそれでもって活躍が始まるし、ね、本当に素晴らしいと思います。そうですよね。フローリスト歴は19年でいらっしゃいます。フローリストになったきっかけはお花が好きなのでいいですよね。そしてフローリストになってよかったこと、いろいろなお花がもっと好きになりました。いいですね。昨日もお話ししてたんですが、ずっとお花に触れているとだんだん仕事目線になってしまって、お花のことをそんなに興味深く持たないのかななんて思ったりしたんですけれども、実際はどんどん好きになるって嬉しいですよね。でもやっぱり花一つ一つに個性がありますから、それに触れるたびにお花から勉強させてもらっていることがいっぱいで、そうですよね。どんどん新たな品種改良も進んでいますし、昨日もちょうどキューピッドリリーがこちらで発表されまして、新しいユニも誕生したわけなんですよね。はい、そして、お好きな花はカーネーションということなんですが、今回のディスプレイ競技の特にはそれが入ってないようですね。はい、そして意気込みを伺いました。応援してくれた皆様への感謝を結果で残したいですという声をいただいています。力強いですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。続いてエントリーナンバー2番、石川県金沢市小西製菓店小西大さんです。ファイナルに出場が決まって一言、本当に嬉しいです。フローリスト歴は13年でいらっしゃいます。ご実家がお花屋さんだったということで、2代目でいらっしゃるんでしょうか。そしてフローリストになってよかったこと、全国にたくさんの友達とライバルができました。ね、いいライバルですよね。そうですよね。互いに切磋琢磨し合いながら、よりご自身の技術を高めていくような、そういったお仲間が増えたという感じですね。そうですね。嬉しいですよね。そして好きな花はランということなんですが、はい、意気込みを伺いました。頑張ります。シンプルに書いてくださいました。ございます。続いてエントリーナンバー3番、青森県三沢市花園館トマベチヒロシさんです。大きな拍手が沸き起こりましたね。で、出場が決まって一言、とても嬉しいです。いただいています。フロリストリックは13年、この方もご実家が、お花屋さんだったということで、フロリストになってよかったこと、やはり全国に素敵な仲間ができたこと、デモンストレーターの皆さんなんかとお話をさせていただく機会も私もあるんですけれども、本当にお仲間同士で仲がいいんですよね。そうですね。ライバルなんですけれども、第一の友達っていう素敵な関係ですね。お花が縁で、友情がつながったり、そうです、ね、そういったことも育まれるということなんですよね。好きな花は桜ということなんですが、桜はもうこの時期、中には、昨日の枝物の中に出てたんですけれども、そうですね、今技術が進歩しておりますので、お室の中でもう桜出ておりますね。なるほど、いいですね。昨日はね、セミファイナルで慶応桜っていうものが、はい、私も初めて拝見したんですが、小ぶりでね、とっても可愛らしいものですよ。かわいい花ですね。はい、意気込みを伺いました。最後の最後まで一生懸命頑張りますとお声いただいています。続いてエントリーナンバー4番、東京都世田谷区有花園田代武さんです。応援の方がたくさんお越しいただいているようですね。
決勝への出場が決まってとにかく良かったほっとしたところが終わりなのかもしれません。フローリスト歴は20年でいらっしゃいますね。この方はフローリストになったきっかけ、学生時代からアルバイトをされていたということで、もうずっとではお花に携わっていらっしゃるということですよね。なんか誘拐演説の方はお二方、そうですね、もう一人出ていらっしゃいますね。エントリーされてますね。はいはい、そうですね、この後ご紹介させていただきたいと思いますが、フローリストになってよかったこと、毎日楽しい、いいですね、素敵ですね、楽しみながら毎日の仕事を続けられるというのは本当に素敵なことだと思います。だからいい仕事ができるんですよね。そうですよね、やはり私が、沖縄に、ね、遊びに行った時にちょっと三振を習おうかなって、三振をやろうと思ったんだけど、どうも練習してもどうも上手くならなくて、現地のおじいさんにお話を伺ったことがあって、どうしたら三振上手になりますかって伺ったら、おじいさんが、はい、好きで居続けることだって言われたことがあるんですよ。何事もひょっとしたらその集中力、好きでその持続力っていうのが本当になるのかもしれません。そうですね、そしてやってるうちにどんどん魅力に引き込まれていくということもありますしね。毎日楽しいというのは本当に羨ましいですよね。素晴らしいし、お客様にとっても素晴らしいことですよね。そうですね、はい、そして意気込みを伺いました。プレッシャーもありますが、花を生けることを楽しみたいとおっしゃっています。エントリーナンバー5番、広島市の三宝園広島支店、松本義孝さん、お伺いしました。出場が決まって一言、信じられないですとご覧いただいています。18年間のキャリアをお持ちでいらっしゃいまして、この方もアルバイトをして好きになった、これは嬉しいですね。フローリストになってよかったこと、お客様に喜んでもらえた時、いいですね、最高ですね。やはりお花をお求めになるお客様も、お花を贈られる方も笑顔に必ずなりますよね、お花っていうのは。そして、意気込みを伺いましたが、頑張りますと言葉をいただいています。エントリーナンバー6番、先ほどの誘拐ですね、永田海津さんです。またまた応援団の方が、答えてくださっていますが、出場が決まって一言、全力で頑張りますとおっしゃっています。看板を背負っていらっしゃるわけですもんね。フローリスト歴は13年ということです。フローリストになったきっかけは友人に誘われてということなんです。フローリストになってよかったこと、お花を好きになったこと、いいですね、仕事に携わってからお花を好きになられるって素晴らしいですよね。好きな花は季節の花と書いてみて、このお花もなのでいらっしゃるでしょうね。本日お越しいただいた会場の皆様もそうかもしれませんが、お花は全て、ね、スマップの世界に一つ花の花、はい、あれいいですね、あれの通りだと思います。そうです ね、そして意気込みを伺いました。いい仕事ができるよう頑張ります。続いてエントリーナンバー7番、長野県長野市バラボッセ、小林真理子さんですね。こちらも応援の方がたくさん来てくださっているようですね。今回こう一点ということなんですけれども、ジャパンカップに出場が決まって一言、やったー嬉しいですと書いています。彼女もね、本当に長い間ずっとずっと努力しているので、いいことありますよね。ずっと高橋さんも見守ってこられた方の中のお一人ということです。ね、そうです。フローリスト歴17年で亡くなっていらっしゃいます。そしてフローリストになったきっかけ、お花屋さんに憧れて、憧れの職業につけるって本当に素敵ですよね。でもね、その中には毎日の努力も入っていると思うんですね。そうですよね。
きで居続けるためにも、はい、皆さん切磋琢磨お勉強もなさっていらっしゃるかと思います。フローリストになってよかったこと、お花を通して全国に知り合いができたこと、皆さんやはり人との縁というつながりというのはお花を介してということも、そうですね、素敵ですね。得意なデザインは線を生かしたデザインですが、趣味陶芸でいらっしゃるんですね。あ、すごい。じゃあ花器自体もご自身で制作されたりもされるのかもしれませんね。意気込みを伺いました。久しぶりのファイナルステージ楽しんでやりたいです。力強くいただいていますね。いただきたいと思います。続いてエントリーナンバー8番、岩手県九戸郡広野町フラワーショップ美恵、日向優先さんです。あ、こちらも岩手の方からでしょうか。応援の方がたくさんお越しいただいているようですね。出場が決まって一言、緊張してます。そんな風におっしゃっていますが、ね、表情を見て知る限りそんな風には笑顔で作業を進めていらっしゃいますね。楽しみながらぜひ続けていただけたらと思います。フローリスト歴17年、フローリストになったきっかけは家族の勧めでした。フローリストになってよかったこと、いろいろありますが、このステージに立てたこと、良かったですね。本当ですね、夢が叶って、ということで、その雪の中出てきたんでしょう。そうですよね。まあ豪雪ですもんね。そして意気込みを伺いました。まだまだ未熟ですが、自分らしく頑張ろうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。応援の方も皆さん岩手の方からお越しいただいたんですか。ようこそお越しくださいました。いや、随分たくさんの応援団の方に引き詰めて、力になりますね。力をいただいて頑張ってください。そしてエントリーナンバー9番、兵庫県加古川市、ブロッサム久坂明宏さんです。ジャパンカップ、ザ・ファイナルに出場が決まって頑張りますと一言いただきました。フローリスト歴26年、この方もお家がお花屋さんだったということなんですが、この方は、ね、趣味が日曜大工。あ、いいですね、実際にディスプレイを作るようなものも、今あるフレームなんかも簡単にお作りになられるんでしょうね。きっとそうだと思いますね。前お話をお伺いしたところね、久坂さんは日曜大工を超えてもうお家ぐらい建てれちゃうぐらいの技術力の持ち主だと。すごいですね。本格的なんです ね、はい、一つ一つにもうのめり込める集中力をお持ちでいらっしゃると思います、はい、そして、意気込みを伺いました。ファイナルに残ってよかったとしていらっしゃるんですね。いいですね、はい、さあそしてエントリーナンバー10番、千葉県柏市フラワーショップ花竹荒木聡さんです。こちらもたくさんの応援の方が駆けつけてくださっているようですね。出場が決まって一言、とても嬉しいです。フローリスト歴は24年、きっかけですが、やはりこの方は JFTD 学園に行ったこと、こういうことなんですね。あの学園を卒業してこうやって活躍できて何よりですね。この JFTD 学園っていうのは今何期になりますかね。かなりの人数もいらっしゃるんですか、ね、そうですね。卒業された方もいらっしゃいますし、いろんなところで活躍も、ね、していらっしゃいますね。学園ではどのぐらいの期間を過ごすんですか。学園では1年なんですけれども、そこで、ね、全国のお友達ができて、あ、すごい、ね、その友達とずっとずっと友達で、そしてあのライバルで学位、語学流であり、そのままライバルにと、はい、そして仲間へと、そう、ね、いいですね、はい、この学園ではどんなことを教えてくださるのかご存知ですか。なんかね、本当にあの基礎から始まって、今のトレンドや、そして伝統のことやら、幅広く業務内容、そしてギフト、ちっちゃなあのギフトアレンジから、そして大きな会場装飾まで、そしてあの観光総裁、いろんなことが
1年間で学べるとってもお得な学校なんです。あ、全国に何校か、一つだけ東京から全国から集まって、ね、そこに集まって、で元に、はい、あの地元に戻られたりっていうことですね。なるほど、はい、ですね、はい、あの素敵な出会いがたくさんあったことがフローリストになってよかったことだと思っています。そうですね、学校も、はい、そして卒業されてからも、はい、仲間の輪がどんどん広がるということなんです。そうですね、はい、好きな花は、バラ、トルコキキョウ、赤と紫と、今回はフロリウサが赤ですね。そうですね、アルストロメリアも赤ですね。今ちょうど一番のおじさんが、ね、はい、いらっしゃる、はい、これがアルストロメリアですね、はい、今回のこのフレームを使った春のディスプレイということなんですが、赤色が入るんですね。そうですね、どんなイメージを皆さん膨らませられるんでしょう、ね、でも今のコメントを聞いてたらやっぱり友達ができた、そして仲間ができたっていうのがコメントが多かったですね。そうですよ ね、 ね、すごいね、なんか本当に楽しいですね、うん、お花がきっかけで人とのつながりが増えて、はい、そして深くなって、はい、そういうのは嬉しいことです、ね、嬉しいですね、はい、一つでも上を目指して頑張りますと意気込みを伝えています。はい、日々勉強されていらっしゃるんですよね。あの学園の卒業生もそうなんですが、何度も言いますが本当にいい友達でいいライバルで、そして花が好きで、ね、本当に素晴らしい団体ですね。そうですよね、今日あのお越しいただきました、皆様もやはりお花が大好きでお集まりいただいたに間違いないと思いますので、この会場入りますとふわっとこうお花のいい香りがしますよね。そうです、そしてみんなね顔が明るくなってるんですよね。お花を目の前にするとどうしてもこう笑顔になって、優しい気持ちになったりしますよね。香りもいいし、ね、そしてみんなに会えるし、そうなんですね、はい、色合いがとても豊富でこう気持ちが高揚するのもちろん香りも伴って、 そうですね、そしてお仲間も伴って、はい、本当に幸せになれる大会ですね、私あの携わらせていただいて数年なんですが、本当に毎年毎年皆さんの笑顔に出られるのが心から現れるような感じです。そうですね、はい、皆さんは着々と作業を進めていらっしゃいますね。フレームを使った春のディスプレイという制作テーマなんですが、どんなことをイメージされるんでしょうか。春っていうと私なんかだと単純にこうパステルカラーだったりとか柔らかい感じとか、はい、明るい春の日差しとか、はい、なんかそんなイメージが素人としては出てきたりするんですけれども、ね、でもそれぞれの春があると思いますよね。春と一言にとっても、はい、いろんな意味合い、季節はもちろんですがいろんな意味合いにも取れたり、そうですね、人生の春もあるし、素晴らしい、ね、ねえ、どんな春ができるんでしょうね。皆さんどんな思いを今ここに秘めて秘めながらの最後に取り組んでいらっしゃるのか、ね、やはりあの出場される前に裏動線でこう選手の方を拝見させていただくと、とてもあの緊張したようにお見受けするんですが、実際にこう火災を手に取った途端にガラッとこうスイッチが入るというか、そうですね、で、はい、でね、本当にみんな綺麗、動きが綺麗、無駄がないですよね。無駄がない、ね、早送りの映像を見ているかのように早いです、はい、早いですね、スピードというのは必ず求められる一つではあるんでしょうか。そうですね、フレッシュな花ですのでね、スピードも必要ですね。ちゃんとちゃんと進めていらっしゃいますね。もうあの今火災なんかで、まあ、資材なんかでもクローレットっていうのはこうぶら下がることができるスポンジの容器だったんですけれども、そうですね、はい、
面白いものも出てくるんです ね。いろんな資材があるんですが、その適材適所っていうんでしょうかね、でそれぞれの使い方をしていらっしゃいます。もう実際にこの家財と資材をご覧になって、高橋さんなんかもこのテーマを与えられたらパッとこうイメージって湧くものなんですか？ね、大会とはまた違うかもしれませんが、でもここに出てきている10人っていうのは本当に毎日努力して真面目で、お客様のことを愛して、お花を愛してる人が無理なんだなって、でも皆さんそうなんだけれども、その代表なんだなっていうのを思いますね。ですよね。あといつも拝見していて思うんですが、やはりバランス感覚に優れていらっしゃるっていう意味で、おしゃれですよね皆さん。そうですね、ご自身がとってもスタイリッシュで、フラウスの皆さんってこんなになんかデザイナーさんのようにおしゃれな方が多いですよね。でもね、心もおしゃれで綺麗なんですよ。もちろんそうですね。それがバランスとして出てくる。そうですね。競技終了30分前となりました。ちょうど折り返しの時間になりましたね。そうですね、はい、残り30分ということなんですが、実際に例えば、スペースにもよると思うんですけれども、会場でディスプレイをこう施すときに時間ってそんなにたくさん与えられるものでもないですよね。そうですね、準備の時間っていうのは決まってますので、手際よくするっていうことも一つの大切なことですね。一つっていうか最も大切なことでしょうね。最も大切、今回のディスプレイ競技なんですけれども、審査基準としてはどういったところをポイントに見られるんでしょうか？いろんな項目がありまして、デザイン完成度、デザイン完成度、ね、はい、それから技術完成度、技術完成度、基本的なテクニックですね、はい、それから色彩完成度、色彩も求められるんですね、それからテーマの表現力、今申し上げたばかりの、そうですね、フレームを使った春のディスプレイのテーマに沿っているかどうかというのも基準になる、ね、はい、他にも何なんですか？大体そういうところなんですけれども、その中でまだまた細分化して、細かいところまでもチェックします。なるほど、はい、得点が、お一人の審査員の方に与えられて、そうですね、はい、今回のザ・ファイナルは、これまでお持ち込みいただいたものだったりとか、昨日の2つの作品だったりで、はい、今日も作品を作っていただくわけなんですが、そうですね、どういった基準で最終の1位というのが決定するんでしょうか？それぞれの作品を何段も積み上げて、全て の作品の合計点になります。総合得点での審査となりますね。点数が一番上の方が、トップに今日踊れると。そうですね、で今までの途中経過も発表があっているのですけれども、はい、この競技でもまた順位が多少変わってくると思いますね。面白いですね。では昨日の作品をちょうど展示が皆様ステージの先右側の方にあったと思います。まだご覧いただいていない方は後ほど、ご覧いただきたいと思いますけれども、ここにも、順位がもうすでに貼られていたんですが、そうですね、これはその作品の中での順位ということなんですね、はい、ではお持ち込みいただいた作品、そして、昨日の花束、そしてアレンジ、それぞれの総合得点プラス今日のディスプレイの出来栄えでという。そうですね、はい、なるほど。じゃあここだけではなくて積み重ねが、積み重ねですね。なので展示競技のようにきちっとこうどうですか、積み重ねてこうゆっくり考えるのが得意な分野と、それから瞬発力も要求されますし、大きなものの出来栄えっていうのも要求されます。総合的な判断になりますね、審査する側も本当に大変じゃないですか。審査員の先生も本当に大変で真剣にしていらっしゃいます。そして皆様方から見ていらっしゃる方が正面なんですが、審査員の先生は裏側を回って、裏側の処理もできちんと審査されますので、ですね、もちろんどの作品もそうですけれども、あらゆる角度からそうですね、はい、なので皆様方が今ご自分の中で
あの私はあの作品が好きだ、この作品が好きだ、そうですよね、終わりだと思っていらっしゃると思うんですけれども、審査員の先生は前からだけでなく後ろも審査されますのでね、はい、だから皆様がご覧になっているのと少しまた違う角度からも、はい、得点が入ってまいります。なるほど、くまなくご覧になってチェックをされるんですね。で今回は、赤とオレンジとそしてもちろんグリーン、そしてエアプランツの一種の、スパニッシュモスなどがあったわけなんですが、こうやって並べると本当に色が華やかですね。色彩の感覚というのも特典の一つになります。もちろんね、そうですね、色っていうのはとっても大切ですからね、はい、本当にパッと折り返しの30分が過ぎたところですけれども、それぞれの作品に仕上がってますね。皆さん、あ、これをこんな風に資材を使うんだという感心してしまったりとか私はするんですが、あの今度のあの仕事にこういうのもいいなとか、皆さんそれぞれのイメージを持っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、これからまだまだ目が離せません。これからもまた、ね、どんどん変わってくると思うんです。またこの大会の嬉しいところは、仕上がった作品を拝見するだけではなくて、この作っている最中の、しかもこのコンテストでね、ステージ上で皆さん間近にご覧いただけるっていうのは本当に素敵ですよ ね、作ってる過程見るの楽しいですね。そうなんですよね。どんな作業をしてそこにぶら下がったのかと、本当にいつも不思議に思っていたんですが、こうやって積み重ねることによって仕上がるんだな、奥行きが出るんだな、高さが出るんだなっていうふうに感じますね。はい、たくさんの今回は19種類の花材がご用意いただいたわけなんですが、全てを使う必要はないということですね。はい、はい、もちろん1種類だけでまとめられるなんてことだってありえるわけですよ ね、ありますけれども、やっぱり花と花との相乗効果っていうのがありますからね、組み合わせも大事にしていらっしゃるんじゃないかなと思います。皆さん動きがさらに俊敏になってこられましたけれども、やはりお花を通じてお仲間が増えた、お花のことがより好きになったという声がありますが、高橋さんご自身はいかがですか？私もその通りです、ここでみんなに会うのがとっても楽しみです。高橋さんはフローリストになられたきっかけっていうのはどういったことだったんですか？私は、ね、小さい時から生け花を習っていたんですね。生け花、はい、生け花から入られて、はい、生け花を習っていて、だからそのうちね、お花屋さんになりたいなっていう夢ができました。でもお嫁さんにもなりたかったんです今日初めてねお会いしたんですが、とっても女性らしい可愛らしい方でいらっしゃるんですが、はい、その3つの夢は全部叶えられたんです。すごいです。全ての夢をよかったです。手に入れたという高橋さんいらっしゃいます。私なりのですけれどもね、はい、私なりの、私なりの、あ、でもございませんもうそして今回も公式審査員としてフロリストになり続けられることで選ばれたわけですよね。でもね、本当にみんなに助けられて、みんなに支えられて、そのおかげです。本当に皆さんのおかげでありがとうございます。やはり常にお花に触れていらっしゃる方とこの大会になるとお話を聞かせていただくことがあるんですけれども、感謝だったりとか素直さだったりとか、植物からやっぱりこうエナジーって何かもらえるんでしょうか？そうですね、木だったりね、何もデザインが決まらない時、どうしようかなって思う時、お花を見るとお花にデザインを教えられるっていうことが多々あります。お花から学ぶことがある、ね、デザインを教えてもらえることがあるということなんですね。お花がこう使ってほしいってこう話しかけてくれるような素敵なお話ですね。私もそういうふうにお花と会話ができるようになりたいです
でもこう気持ちが高揚しない時とか、例えば仕事で嫌なことがあったり、あの友達と喧嘩をしてしまったことがあったりとかっていう時に、お花を一輪だけでもね、お花屋さんで手に入れると本当にこう気持ちが柔らかくなったりしますよね。ね、嬉しいですね。ね、私もね、毎日お店でそれこそお花を朝から晩まで扱っているんですが、必ずね、あのご仏壇と手洗いと今にはね、はい、毎日ちょっとだけでもお花飾ってるんです。なるほど。そこからまたこういい気だったりとか。そうですね。はい、優しい気持ちがお部屋中に溢れるわけですよね。確かにこう道端に咲いてるお花を見ただけでも優しい気持ちになったりすることもありますもの ね、 ね、道端の花って本当に可愛いし綺麗ですね。そうですよ ね、 ね、また、めったにないんですがたまにこうプレゼントで花束をもらった時なんかに、あの香りも ね、 ね、今わざわざこう、オイルを取ってそれを炊いてっていうアロマとかあると思うんですけれども、生花のあの独特の香りっていうのもね、ね、綺麗ですし、あの本当に力をもらえますよね。本当にそう思います、ね、で、あのいろんなこう美的感覚だったりあると思うんですが、例えば美味しいとか便利っていうものももちろん喜びではあると思うんですが、目で見てこう綺麗美しいっていうのはこう心に直に来るような感じがいたしますが、そうですね。そうですね。あの家に帰ってね、その花を見たときに、なんか帰りました、待っててくれてありがとうって思いますね。お花が迎え入れてくれるような、お帰りって言ってくれるような、そして朝起きてもね、おはようって言って行ってきますねってお花に声して、あー素敵ですね、はい、じゃ私も習慣付けてみたいと思います。本当に一輪の花でも飾るっていうのはとっても元気をもらえます。本当ですね。あのいざお花を買いに行くぞってお花屋さんに足を運びに行った時にも、もうその時点で私ね、かなり気持ちが高揚してて、もう入った途端に笑顔なんですよね。そうですねありますよね。で、また優しい香りに包まれて、はい、あとフロリストの皆さんでコミュニケーション能力がとっても必要だっていうふうに伺ったことがあるんですが、はい、やはりあのご自身の好みだ、お客様の好みだったりとか引き出したりというので、そうですね、お客様のお召し物だったり、あの、ちょっとこうお話の中からお好みを即座にあの感じ取ったり、そうですね、はい、そうですね、その場で表現しなきゃいけないので、そうですね、毎日がサプライズ競技ですね。本当です ね、 ね、ずっとジャパンカップが開催されているかのような、そうですね、日々をお過ごしでいらっしゃるわけです、ね、やはり花材を手に取った途端にスイッチが入るというのもいつもの習慣でも終わりなのかもしれませんね。そうですね。さあ着々と今ディスプレイ、今回のテーマはフレームを使った春のどうでしょう、春に近づいてきていますでしょうか。そうですよ、皆さんどんどん仕上がってきています。本当ですね。でも最後まで目が離せないと思います。そうですよね、仕上がりの途端、あの直前になってガラッとこうイメージが変わる、例えば一つの植物を足したことでイメージが変わるなんていうこともありえますもんね。そうですね、選手の中ではもうちゃんとすれば計算に入っているんですが、ね、それをどこで入れるかによってずっとガラッと雰囲気が変わってきますのでね、そうですよね、あの拝見している側としてはもちろん選手の方はコンテストとして緊張していらっしゃると思うんですが、最後にこう起承転結があるかのようなストーリーを見ているようなう、ね、はい、あの気持ちで楽しませていただけるんですが、その通りですね。やはりあの会場内にも今回このザ・ファイナルのステージに上がれなかった皆様、総勢89名の皆さんの作品が展示されていたと思うんですが、高橋さんご覧になりました？はい、見ました。みんな力作で、うん、今回は
資材フレームを皆さん提供されて、それを必ず使うっていう規定だったんですが、皆さん個性がいっぱいで、本当ですよね。同じフレームとは思えないような顔色に変わっていたり、うなずいてくださってます。向こうでもね、みんな素晴らしい個性でしたね。中でもやはり気になる作品なんかももちろん終わりですか。もちろんそうなんですけれども、もうみんなね、仕事忙しい中で本当によく頑張ったなとか、ああこの人寒い雪の中を車すりむしてこ、そうですよね、気をつけて出てきたんだろうなとか、もう一つ一つの作品に思いがありますね。そうですよね。物語を感じたり、ご自身の背景を感じさせていただいたり、そうですね、しますよね。一つ一つとても感慨深く拝見をさせていただきました。本当に会場広いじゃないですか、はい、たくさんの作品がありますから、ね、そしてまたいろんな部門の作品コンテストもありますから、一つ一つは毎年レベルアップしてて、そうですね、見応えがありますよね。見応えありますね。そしてなんか明日からのアイデアでいっぱい使える。なるほど、はい、教わることもあったね。終了15分前となりました。残り15分でお片付けも終了させてくださいということですね。この作業は枠の中で行っていただくことが規定となります。ね、本当にこの会場で元気とアイデアと友情といっぱいパワーをもらって本当に幸せです。そうですよね。会場に足を運んだ途端にこう気持ちが優しく幸せな思いに包まれるわけなんですが、そしてね、外国からも大勢お客様がいらしててね、本当にありがたいです。そうですよね。高橋さんは生け花ご出身ということですが、はい、この後甲子園が優勝されました、はい、岐阜県立大垣東高等学校の生徒さんの、はい、池の方の、はい、本当にフレッシュな可愛いねお嬢様方がいらしてましたのでね、この後もぜひ皆さんお楽しみいただけてたらと思います、このディスプレイのダイナミックさ、繊細さというのに加えて、はい、やはり池の方の生け花というのは伝統的な、そうですね、違いを、そうですね、空間やランプも上手に使われて、そして伝統も学ばれて、フラワーデザインも生け花も共通して、お花が好き、お花が好きっていうのが根底にありますからね、皆さんも楽しんでいただけると思います。そうですね、お花に携わるには何の条件も 何のですか、こう身構える必要はないないです、ね、ということなんでしょうね。やはりこう伝統のある生け花だとちょっと敷居が高いように私なんか感じてしまったりしがちなんですが、全然そんなことないです。本当に花一本から、葉っぱ一本から、一本からできますのでね。ご自身も表現するものでもあるし、そうですね、はい、花と会話をして、はい、パワーをいただいて、お互いに友達ですね。なるほど、お花とも友達になれる、友達ですね。そうですね、物販の方でお花も実際にこの会場では購入することができるそうですね、はいはい、今日はお買い得なお花とかもいっぱいありました、ね、そうなんですか、はい、もうご覧になりました、はい、見ました購入したい新酒なんかも、新しい印象なんかもありますね、ありますね、はい、さあちょっとお話をしていくうちに作品がもう作業が早いので、そうですね。他に何かこう厳しいルールの規定みたいなのはあったりするんでしょうか。ね、今回はフレームを使って、はい、そしてアニマどうですか。ネットがついたスポンジを使いますね。なので特に水受けっていうのがないんですね。はい、なのに水漏れがしたらダメなんです。水漏れをしてもいけない、いけないですね、難しいですよね。でも
それを皆さんちゃんとクリアしていらっしゃるのですごいなと思って見てます。お花自体のこの吸水性というんでしょうか、例えばあの特性もありますよね、はい、そういったものも計算しなくてはいけないと。そうですね、はい、そこもちゃんと計算ができていると思います。なるほど、色味だけで組み合わせるのではなく、お花自体の特性も考えて、はい、水漏れがしないように処理をしなければならない。そうですね。で、今日一日、これが何時間かキープできるようにといったことも必要なんでしょうか。そうですね。調べたらダメなんですね。総合的にみんな考えてると思いますよ。なるほど。本当に学ぶことが多くて、ね、植物一つ一つの特性、そして成り立ち、硬さや表現はご自身で考えられるのかもしれませんが、しなりとか硬さとか、そういったものも加味していかなくてはならないわけです。そうですね、あの花はそれぞれ特性がありますから、その特性に沿った使い方をしないといけないですよね。そして2番の方がお持ちいただいているのが、あれがスパニッシュモスですね。ふわふわっとした、ふわふわっとしてますね。なんか少し先ほどお話を伺ったんですが、残り10分となりました、競技時間10分です。あの水のないところでもエアパンツ、ね、はい、あの空気中の水で、あ、水分で大きくなります。あ、そうなんですか。時々シュシュとこうやってあげるだけでね、あの霧吹きか何かで止めてあげるんですけど、はい、便利ですね。便利ですね。はい、ディスプレイなんかにはよく用いられるものなんでしょうか。使いますね。それからあのブーケとかいろんなところで登場してきます。なるほど。原産国は日本ではなく、多分日本ではないと思います。あと砂漠地帯だったりとか、そういう、割合ね、湿気が多いところ、あ、一日に1回スコールがあるようなところ、東南アジアなんかもね、そういうところが好きと思います。はい、それぞれの国から、ね、その国の気候に合ったそうですねものがどんどん誕生してくる、もともとあったものもあるでしょうし、そうですね、新しく誕生してくるものもあるんですね。はい、本当に奥行きフレームの中に収めるのではなく、奥行きだったりとか、そうですね、平たいデザインなんですけれども奥行きも感じるように作ってありますね。内側の、2本枠内、足型の内側の枠内に収めるというのがルールの一つだそうです。あと60分の時間内にお片付けも済ませていない場合は失格になってしまう場合もある。そうですね、激しい場合には失格になりますし、小さなことでも減点の対象になりますね。そうですよね。やはりあのお借りしている会場をきれいに保ちながらというのが基本のところなんですね。そうですね、お客様のところの大切なあのものを汚したりしないようにするっていうのは本当に基本ですね。ということは、やはりあのこのコンテストのルールというのは日頃の作業に必要なことが必要なことですね。ほとんどなんですね。得点制でこれまでの全ての総合得点の最も高い方が優勝、はい、ね、総理大臣賞を受賞されるという、ね、でもあの今回のこの競技は1時間なんですが、もう本当にあの私もやってた時に、あ、残り例えば5分になっても、この5分は私の1年間の、そして一生の中の5分だと思って頑張ってました。で、最後まで頑張ってほしいですね。そうですね、1分1秒なりとも、ね、ご自身のこれまでの成果を全て出し尽くさねばならない、ね、
そうすると緊張してる暇はないですね。そうですね。まあ、あのどんなコンテストでも大会でも同じかもしれませんけれども、プレッシャーの中それを乗り越えた方のみが得られる称号なのかもしれませんね。そうですね。このステージに今お上がりいただいた皆様すべてお持ちだと思います。でもこのステージに登った人も、あの周りにも助けられて、そしてご自身も努力して本当に幸せな方だと思いますし、またあのご覧になっている方々の中にも来年ここに登られる方がそうですよ、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思ってます、はい、実際に今日お越しいただいた皆様の中でフローリストだとおっしゃる方どのくらいいらっしゃいますか。教えていただけますか。私フローリストです。あ、皆さんお花は買いに行く専門なんでしょうか。中には数名いらっしゃるようなんですね。あの花の方、見る方が一生懸命で、ちょっとこっちの話に反応してくださってないのかもしれませんね。はい、はい、まあ、でもお花がお好きで足を運んでいただいたことは間違いないと思いますので、ね、はい、それが共通のキーワードですね。そうですよね。ぜひこの中の数名の方も来年のこの場所に立っていただきたいですよね。上がられますよ、必ず、絶対、はい、日々の努力で。そうです。はい、残り時間5分となりました。競技終了5分前です。あと5分間でお片付けも、入念にお願いいたします。ね、努力してから誰でもチャンスもありますからね、続けていただきたいですね。そうですよね。そして、5分というととっても短いように感じたりするんですが、長い人の皆さん、ね、作業が早いので、ね、そうですね、5分といってもたっぷり、ね、あるのかもしれませんね。作業できると思いますよ。残り5分で、お片付けも入念にお願いしたいと思います。ベテランさんもいらっしゃると思います。はい、でも毎年勝ち残ってこのステージに行って、それはそれでプレッシャーですし、すごいですよね。当たり前なってことはありえないかもしれませんね。笑顔で安心したようにご覧になっていらっしゃる方、画像を飲んで緊張している方もいらっしゃるようですが、まずこうお花に触れるきっかけの一つとして、今日の会場に足を運んだというのもきっかけにしていただいてもいいかもしれないですね。そうですね。
来年もぜひお越しください。そしてまた出品してくださると嬉しいですね。そうですよね。ぜひ皆さんもチャレンジ精神を持って私の表現をっていうのをね、していただきたいですよね。そしてまたそれをお仕事の中でも役立ててお客様を笑顔にしていただきたいですね。みんなで笑顔がつながるって本当に素敵ですよね。今回のテーマでもあるんですが、はい、残り1分となりました。競技終了まで1分です。清掃も確実に済ませておいてください。減点補償は失格の対象になってしまう恐れがありますのでご注意ください。さあもういよいよ終了間際となってきましたが、また思い残したことはないでしょうか。残り30秒です。30秒前となりました。競技終了まで30秒です。さあ清掃も完全に済ませ、行政も皆さんお済ませになっていらっしゃることと思います。さあこの10通りの中のディスプレイの中から、いよいよこの後日本一のフルーリストが決定するというわけなんですが、選手の皆さんお疲れ様でございました。作業を終了してください。お手を触れてしまいますと失格の、ことになってしまいますのでご注意ください。日本一の栄光をかけました、緊迫した本当に1時間でしたね。会場の皆さん、そして、高橋さん、ご解説いただきました高橋さんに、10名の皆さんに大きな拍手お願いいたします。本当にお疲れ様でございました。それでは選手の皆さんの退場です。今一度大きな拍手をお送りください。本当にお疲れ様でございました。残りは審査結果をお待ちいただきたいと思います。とても気持ちが優しくなるような解説をしてくださいましたのは、一般社団法人 JFPD 公式審査員高橋陽子さんでした。高橋さん、今日はありがとうございました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。